078 078ラジオから聞こえてくる神戸のいろんなお話。ラジオを聞きの皆さん、おはようございます。始まりましたよ、078ラジオ。お届けするパーソナリティは、お家で過ごす時間が長くなってきたので豆苗を育てております。私、ケンちゃんと。そうなんですか。どうぞ自己紹介お願いします。あの、特に何も育ててないですけど、自分を育てるのに必死です。藤井翔平です。育ってる？大丈夫？うちの豆苗はすくすく育ってますよ。育ってます。いろんな数値は上がってる。それいけない大人の階段登るになってますよ。大丈夫ですか？いろいろね、お出かけしていないとか、はい、知り合いとなかなか会えていないとか、ね、うん、それからお家でお仕事をしている方とかね、うん、いろいろ本当にたくさんいらっしゃると思いますけれども、そんな方々にですね、078ラジオは相も変わらず通常運転でお届けする、はい、それがまた一つの癒しになってくれたらなぁなんて思いながら今日もお届けしたいと思います。豆苗すごいんですよ。あの、スーパーで豆苗買ったことあります？もちろんないです。もちろんって何見つけてるのかよくわからないんですけど、値段の安定している野菜っていうのがいくつかありまして、はい、私の中で愛している野菜の中にもやし、豆苗、はい、小松菜とあるんですけども、もやしはありますわ、うん、豆苗はですね、かいわれのちょっと大きいバージョンみたいなので、はい、うん、下から根、種の部分から豆の部分から3センチ4センチ上ぐらいをカットして、はい、その後毎日水を入れ替えてるとまた生えてくるんですよ。おー、すごくないですか？すごい。毎回スーパーに買い物に行かなくても我が手で豆苗が育つわけですよ。あ、なるほど。観葉植物を買って枯らしてしまうと、うん、ああいくらかけたのにとか、私はダメな子とか思うんですけれども、うん、育てる楽しみと食べる楽しみと、買いに行かなくても常に節約と、そう、外出をしなくても、あ、そうですね、苦しい生活を送られてるんかなと思ってしまったけど。078ラジオ、この番組は音楽、IT、映画、ファッション、グルメ、アニメ、キッズ、そして私の豆苗を育てている話など、様々な神戸の素敵を発信していく番組です。はい、悲しい生活をしているわけではありません。いつでも彩りを、豊かさを求めて生活している私、けいちゃんです。はい、078ラジオ、この番組は神戸デジタルラボ、兵庫ベンダ、他各社の提供でお送りします。さあ、今日はスタジオに素敵なゲストをお迎えしていますよ。はい、どんな方なのか、まずは自己紹介お願いします。はい、ライブハウス神戸バリットの南出渡るです。はい、はい、南出さんの登場です。よろしくお願いします。お願いします。世の中的に言うとですね、はい、ライブハウスのって作ったですね、ちょっとざわ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 っとするようなますよ、ね、空気が未だに続いているそんな状況なんですけれども、はい、うん、神戸のライブハウスバリトの南出さんが今日は登場してくれてですね、はい、どんな神戸の素敵な情報をお届けしてくれるのかということなんですけど、はい、まずはライブハウスの現状をお伺いしたいなと思うんですけど、はい、今バリとは、4月の30日まではもう通常のライブ営業を自粛発表してます、うん、はい、はい、で5月ももうほとんどイベントキャンセルになっていってるので、うん、もうそこも、まあ、自粛発表もうそろそろするかなという状況ですかね。はい、3月から、続いて、まあ、この4月いっぱいという話から今5月の話まで出たので、はい、およそまあ3ヶ月間、はいはい、こうほぼ自粛状態になってるわけですよね。これ、まあ、あのケイちゃんと南出さんの仲ということで、はい、ぶっちゃけどうですか？何が？売上高は、うん、350万ぐらい3月はなくなりましたね。なくなった分がってことですね。で4月はまるまるなくなるので1円もないのかな。1円もない。なんかそこまで言っていただくとちょっとすがすがしいぐらいの、だいたい
皆さんほら前年比何パーセントとか言うんですけど、4月は1円もない。まあ、ほんでライブハウスの家賃いくらかって多分皆さんご存知ないと思うんですよね、うん、あのライブハウスバリッとあの広さで3月の家賃どれぐらいやと思います？神戸でいうとまあ一等地ですし、そうですね、地下1階にまあ、地下1階というか、ステージと客席から、うん、まあ中2階から見ることもできてて、うん、立体的なねおしゃれな空間ではありますけど、うん、そこまでキャパシティ広くないですよね。でも割と面積広いと思うんですよ。100平米弱。あ、営業面積100平米弱やから、はい、あの楽屋とか、うん、あ、そうですよね、バーカウンターの後ろとか入れると100以上ですね。120、30平米はあるかな。あ、じゃあ日々大人の階段登ってる翔平さん、はい、いくらくらいと、まあ、僕の賃貸実績でいくと100平米のロフト付きって考えたらまあ45万100平米のロフト付き人いくらです。今ワンルームで考えてますけどね寒いわ、エアコン効かへんわっていうね、うん、実際ごめんなさい全然皆目見当つかないです。その4倍ぐらいですね。わおそれだから200万近くなんですよ、はいはいはい、家賃だけで、うんうん、で人件費もまあ大体同じぐらいかかってるので、うん、10あもうまあもうちょっと少ないですかね。まあでも同じぐらいかかってるし、なるほど、いろいろほんで機材のリースの、うん、お金とか、うん、いろいろかかってるんで、もう支払いせなあかんのは500万ぐらいあるんですかね。そう、4月は入ってくるお金が1円もない。お払うお金は相変わらず、相変わらずです。でもそういう状況で、うん、まあそうかしょうがないなってぼーっとしてるわけにいかないじゃないですか。我々はねその自宅でなるべく待機をするとか、うんうんうん、会う人と本当に1ヶ月間、はい、とりあえず一生懸命我慢をするとか、はい、そうして自分の大切な命や大切な人の命を守っていくっていうことは、うんうん、つなげていってるわけですけれども、はい、仕事をしていく支払いがあるって、うん、そしてまあ社員を守らなきゃいけないという立場であると、はい、やはり何かアクションを考えますよね。そうなんです。だからまあほんま暗くなってても仕方ないし、うん、なんかこうアイデアを持ってなんかこうせっかくやから何かできることないかなっていうのはあの考えてますね、はい、例えば、はい、こんなことを考えてますとかってあります、うん、まあそれがちょっとその次の話になってくるんですけど、はい、あの神戸にはあのいっぱいライブハウスあるんですけど、うん、まあその中でまあライブハあのライバル同士ではあるんですけど、チキンジョージ、太陽と虎、うん、アートハウスとバリット、まあ4店舗でちょっと現状みんなどう、うん、って3月の10日ぐらいだったと思うんですけど、はい、ちょっと集まったんですよ。うん、でいやもううちもキャンセルだらけでやばいわとかっていう話の中で、でもアーティストとかあの裏方さんのスタッフの人たちの仕事もなくなってるやんなっていう話になったんですね、うん、そうですね。でちょっと面白いことしませんっていう話を持ちかけて、うん、でその面白いことっていうのがあのインターネット上であの無観客お客さん入れずに、はい、サーキットフェスをせえへんかっていう話をちょっと持ちかけたら、うん、あ、いいじゃないですかみたいな話になって、うん、まあそれを、きちっと課金制で、はい、あのちゃんとお仕事としてやりましょうっていうことで、うん、アーティストにもうタダで来てくれとか言うんじゃなくて、うん、まあ東京から来てくれるとか、神戸の子たちとかにもあのちゃんと出演料っていうのはちゃんと生み出したいよねっていう話をして、うん、そこに挑戦をするという形ですね、うん、はい、はい、これ私なんかも20代の時にね、うん、音楽活動をしていて、はい、いろんなライブハウスに育ててもらった、うんうんうん、はい、そのいろんなところから声をかけてもらって、いろんなステージを踏んでいくことによって、そこで会うお客さんやスタッフの方たちがあって、うん、一つ一つ階段を上っていったって、はい、振り返った時に、うん、もしもあの階段を上っているタイミングで一回シャッターが降りてしまっていたら、うん、私は今ここにいるのかなって思うと、うんうん、多分進むべき階段の先が見えなくなった時に、はい、シャッターが開くのを待ち続けることってアーティストで難しい立場の子もいると思うので、うんうんうん、何かアクションがあるっていうことはすごく大事なことですよね。そうですね。だからまあ、神戸のライブハウスってそれぞれがそれぞれで、うんうん、地元のバンドとしてこう一緒に付き合ってきた、うん、育ててきたって言ったらちょっと上から目線になりすぎるけど、いやでもあると思う、一緒にやってきたバンドがやっぱりメジャーデビューしたりとか、うん、お客さんめっちゃいっぱい遊べるようになったりとかっていう
こう背景があるので、それぞれがそういう心が通じ合ってるバンドを呼び合ってサーキットフェスしたら、ライブハウスからの発信としては面白いんちゃうかなと。それこそ首相がね、ライブハウスって会見で言っちゃうぐらいのライブハウスのこうワードがね、こんなに出るとは思ってなかったんで、ちょっともう俺らでやろうやみたいな。ライブハウスってほんまにこう怖いところ、まあ怖いところとかっていうことじゃなくて、ちゃんと文化を産業にして来てるんですよっていうことはちゃんと伝えたいなと思ってます。このライブハウスとかアーティストのこう発表とか表現の場っていうところっていうのが、ともしびが消えないようにね。そうですね。このもちろんね、みんなで協力して、我慢をしたり、ちょっと待つっていう姿勢も大事なんですけれども、消えてしまわないようにするっていうことはすごく大事なのと、あとやっぱりね、色我慢をしなきゃいけないっていう時に、心の拠り所、音楽であったり、アートであったり、映像であったり、まあ、こういったラジオであったりっていうものって本当に普段の日常に戻してくれる、すごく大切なものなので、これ集まってライブハウスならではメッキでみんなで盛り上がろうっていうことではなく、情報発信という形で皆さんご自宅で楽しめるというイベントを企画しているということなので、この後ですね、そのライブハウスジャッジメントというこのイベントについて詳しく聞いていきたいと思います。その前に一曲お届けしたいと思います。翔平さん、曲紹介お願いいたします。はい、そのイベントであるライブハウスジャッジメント in 神戸、出演の神戸出身のこちらのバンドのナンバーお聞きください。ウィーバーで時々世界。お届けしているのは078ラジオのエンディングも飾ってくれているバンド、ウィーバーで時々世界。今日はですね、神戸のライブハウスバリットの南出さんにスタジオにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いいたします。さあ、この今流れてるウィーバーも出演するというライブハウスジャッジメント in 神戸、開催日が4月の14日の火曜日ということで、もう明後日になりますね。どうですか、出演アーティストの方々ってどんな方々が集まっているんですか？やっぱり全部ライブハウス、それで4つのライブハウスと関係性をずっとアマチュアの頃から持っていたようなバンド、アルカナであったり、エッグブレインであったり、ガガガスペシャル、まあビジュアル系ではダウトとか、アイドルやったらコーベリーズ KRD8 とか、アコースティック系ではニコイチ今村モータースとか、もういろんなものもう人たちを呼んでます。今聞いているだけでも、その神戸のライブハウスからこう育っていっているアーティストってものすごく幅が広いですよね。でもね、これ面白いんですよね。神戸のライブハウスってものすごく距離が近いんですけど、どこのライブハウス出身みたいな、ちょっと色があるんですよね。ありますね。ありますね。あれ不思議ですよね。もう派閥みたいになってますね。で、なんか、両方出てんねや。そうそうそう。あれはどうなんですか？いいんですか？いいんですよ。いいんですけど、そのライブハウス側にとっては、あっち出んのみたいなのは。いや、それはありますよ。ありますね。それこそ、まあ、今回出れへんかったけど、オーラルシガレツってバンドとかもアマチュアの時に出てたんですけど、まずバリットに出て、でその時にもう全然アマチュアですよ、その時にちょっと僕らアートハウスかバリットかどっちに出ていこうかなと思ってるんですみたいな、ストレートに言って、でその時ね、アルカラっぽかったんですよ、オーラルが、音楽が。まあでも自分らあれやな、アルカラとか好きなんやろって、それやったらアートハウス出てった方がええんちゃうみたいな話をしたら、優しい、わかりましたって言って、それから一切割と出てくれない。距離が近いんでね、そのチケットをアーティストが売る側として、そのこっちに出てこっちにも出てった時に割れてしまうみたいなのでね、なんかアーティストも考えるんでしょうけどね。でもいいと思いますよ。その、やっぱりバンドがどこが似合うのかっていうのは多分ちゃんと考えてやってると思います。ライブハウス全部。あっち出た方がええんちゃう？あっち出てみたらとかっていうのも、タイトルのとこ実は結構ありますから。それは、確かに自分がバンドをしていた時代でも、こんな話来てるんですよっていうのを、その各ライブハウスのブッキングマネージャーさんに相談しても、いいやん、ライブ面白そうやん、一発やってきたらとかって言ってくれはる。で、リハだけやけど見に行くわとかね、違うライブハウスのブッキングマネージャーが、へえ、この声やったらそんな音出すんやみたいな形で見守ってくれているみたいな、
そういう空気感も、はい、今回はですね、うん、神戸のライブハウスがこう一堂に会して発信するということなのでね、うん、ちょっとそういう神戸のライブハウスという空気感も味わうことができるかもしれないですよね。ライブハウスとバンドの関係性もちょっと垣間見れるような感じにしたいなと思ってます。うんうん、なかなか、まあ、今回の、神戸の4つのライブハウスが集まってコロナショックをコロナチャンスにとね、普段はおいそっち出んのかよとかそっちめっちゃお客さん入ってるやないかとちょっとライバル視している、小屋同士がですね、タッグを組んで、うん、私たちがやっていること楽しいことを、はい、ともし火を消さないようにということで、うんうん、今回企画したわけですけれども、はい、ライブハウスにそもそもよく行っていた人は楽しさも、うん、それから安全性とか、うん、スタッフの雰囲気とかも分かってると思うんですけど、うんうんうん、一度も行ったことがない人って、はい、今正直言ってちょっとこう恐怖のイメージっていうのがどうしても念頭にあったり、うんうん、心配、はい、誰か知り合いが関わったら大丈夫かしらって思う方も多いと思うんですよ。今回対策はどんな感じでされてるんですか？もちろんマスクとかも、はい、もちろんスタッフも全員するし、うん、例えばマイクの、グリルっていうんですね、そこももう一回一回消毒してやりますし、うん、アルコール消毒ももちろんそうですし、うん、であとはもうバンドがこういっぱい出るから、はい、みんなでワイワイしてんちゃうんって思われるかもわかんないんですけどもうこれは客席にいてそうみたいになってるんじゃないの。でもそうじゃなくて、はい、もうアーティスト同士はあんまりもうこういうご時世なんで、うん、関わらないように、出演が終わったら帰ってくださいとか、でどうしても例えば東京から来れない、はい、人、バンドは、うん、もうこれはもう申し訳ないんですけど、東京で撮影したものを動画を送ってください、それを神戸から配信しますっていうことも、ほんまごめんなさいの話なんですけど、うんうん、もうそういう対策、はしてます。じゃあ出演する側もそれを支えるスタッフも、はい、お仕事としてそして表現の場として、はい、良いものを作りながら、うん、万全の安全対策をしてお届けをする。でお家で、楽しいものを見てほしいし、実はチキンジョージは収録会場なんですよ、はいはい、生でそこは配信しないんですけど、うん、まあ、今どのバンドっていうのはちょっと言わないですけど、うん、言わないですけどやっぱねめちゃくちゃいいんですよ、ライブハウスで、うん、ホニャララっていうバンドのライブが、ね、ほぼ言いたそう音楽だけじゃなくて、はい、アーティストのメッセージというのはめちゃめちゃ強力やと思います。でこのそれを僕らはその配信インターネットを通じて画面を通じてサウンドを通じてもうその最大限のお手伝いをせなあかんなっていうのはめちゃくちゃ今感じてるので、ほんまにライブハウスって生の音をバンドからこう聞く、目の前で歌ってもらうのがすごい最高なのは僕ら知ってるから、うん、配信で課金するっていうのもやっぱちょっとなかなか難しいなと思ったんですけど、うん、そこにこうちゃんと到達できるように撮影チームとか、配信のチーム、うん、技術のチームと一生懸命やり取りしながらどうしたらこう改善していけるか改良していけるかっていうのはもうめちゃくちゃ喋ってるので、うん、はい。いやこれまた新しいね、うん、本当にコロナショックをコロナチャンスにという言葉が、うん、4つのライブハウスの中にあるんですけど、苦難の中から生まれるものって、うん、そして育つものって必ずあると思うので、うん、本当に大変なところで積み上げていったものが新しいこう表現の場所とか形として育っていくと思うので、うんうん、はい、この新しく生まれるね、うん、パカッと、はい、生まれるこの瞬間をね、ごめんなさいねちょっと長くなるけど、うんうん、そうなんです。もう突然変異って絶対そういう風にしてしかできひんと思うんですね、うん、もともとライブハウスやってるライブハウスだけやってる時は全然こう配信とか興味なかったんですよ、うん、生でしょ目の前の人に聞かせてなんぼやしって思ってたんですけど、うん、まあいろいろ078で僕も音楽の方やらせてもらって、はい、配信のチームとか IT のチームとかと話してるうちに僕の視野が広がってきたと思うし、うん、で今回こういうことになった時にあ配信かって思ったんですけど、これって今苦しいから配信するだけじゃなくて元戻った時収束してやった、うん、みんなで全部もっぺんライブハウスお客さん来てもらえるわっていう時にも配信の力って多分もう当然のものとしてあるような気がしてるんです、うん、その未来のライブハウスの形としては、うん、それを今実験してるっていうのがすごく面白くて、うん、
全然知らないノウハウをね、うん、こう貯めていけてるのはすごい面白いことやなと思ってます、うん、はい、なのであの思い込みでね、ライブハウスはどうとかアーティストはどうとか今音楽をやるなんてとかってそういうことではなくって、今こういう時期だからこそ実験的に生まれて育っていくものを見逃すなというね、うん、気持ちでぜひとも食らいついて、いやだからね、うん、まあ、この前収録して思いましたけどこれね、これ絶対にネット越しに見て、うん、めちゃくちゃいいなって思ってくれると思います、ライブハウス知らない人が。このバンド知らんけど、はい、だからライブハウスとかこのバンド知らん人たちにたくさん見てほしいんだ、はい、そうすると絶対なんか、うん、うわめっちゃかっこいい、ゾクゾクすると思うんですよ、うん、でまたなんかの機会にライブハウスに来てもらえたら、うん、それはまた嬉しいんちゃうかなと思います、うんうん、ぜひとも皆さんのね元気の源になると思いますので、4月14日ライブハウスジャッジメント in 神戸、この後ですねどうやって見たらいいのかとかっていう情報もね、はい、詳しくお届けしたいと思います。さあここで1曲お届けします。はい、こちらも出演バンドのナンバーです。先週ゲストに来ていただいたザ・トムボーイズでラン。お届けしているのは先週と先々週と元気いっぱいゲストで登場しましたザ・トムボーイズでラン。そして素敵なゲストは神戸バリットの南出さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ新しい試みということで神戸の4つのライブハウスが集まってお届けするライブハウスジャッジメント in 神戸、あさって4月14日火曜日に開催いたします、はい、一部ですね収録したものなども様々なアーティストの方々のライブをお届けするという情報なんですけれども、さあラジオを聴いている方々がこれ見たいな参加したいなと思っていると思いますが、どのようにして参加したらいいんですか。はい、まず公式のツイッター、ライブハウスジャッジメントの、公式のツイッターちょっと一遍探してもらって、はい、そうすると、申し込みみたいなところがありますので、うん、そこで申し込みをクリックしてもらうと、あのスマホでもパソコンでもどっちでもいいんですけど、はい、在庫っていう、ストリーミングサイトに飛びます、うん、でそこでチケットを販売してますので、うん、アカウントは一つ作らないといけないんですけど、うん、アカウント作って各ライブハウス500円ずつなんです、うん、あ、安ーで4つとも買ってほしいんですよ。なるほど、4つ買うと2000円なんですけど、うんうんうん、2000円ってなるとちょっと高いなって思うんですけど、まあ、まず買ってください、うん、はい、でそうすると、うん、スマホなりパソコンなりに画面にチケットがこう並びますので、うん、で当日それを行ったり戻ったりして好きな会場サーキット感覚で楽しんでいただけるという形です、うんうん、なるほど、当日ということはあさって4月14日の火曜日ですよね、うん、そうですね、時間は18時ですね。18時から配信が始まりますので。なるほど、だから4つチケットを買うとそれぞれのライブハウスを行ったり来たりしながら見ることができる、はい、全会場6時から、夜中の1時まで、やってるのでもう行ったり来たりチャンネルをいろいろ変えながら、もちろん事前に、はい、あのタイムテーブル出てるので、うんうんうん、それ見ながらこのバンド見たいなとか、あこれ知らんかったけど見てみようとかっていうことをしてもらえるという形です。あなるほど、野外フェスとかでもいろんなステージこのタイミングどれ見ようかなって見たりするんですけど、はい、うん、神戸でこうやってサーキットイベントの時には移動の時間を計算しなきゃいけないんですけど、うん、これがまさかの瞬速移動そうです、そうです、終わった瞬間パンって映ったり、はい、下手したらまあ2曲聴いてちょっとこっちも聴いてとかっていう、いけますね、いたずら寄り道なんかもできるわけですね、はいはい、うわ美味しい、でもワクワクしますよね、この画面上でね、うんうん、ポン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 違うところ行けたりとか。そうですよね、で4枚チケット買ってほしいんですけど、はい、でその4枚買ったよっていうのが分かるスクリーンショットをツイッターで、うん、ハッシュタグライブハウスジャッジメントっていうのを加えながらつぶえてもらうと、抽選で100名の方にライブハウスジャッジメントオリジナルマスクをプレゼントするという、欲しい、ウォッシャブルマスクなんで、あ、繰り返し使うことができるんですね、繰り返し使えます、はい、じゃあ4つチケット買ってチケット4つ買ったよっていうのをまたツイッターに上げてもらって、はい、でウォッシャブルマスクを手にドーンってロゴが多分持ってるやつを言えて、だってそれをつけて電車とかに乗ってて、はい、同じマスクしてる人いたら、はい、黙って言えみたいな当たりましたねみたいな、100人中の言うとみたいな感じになるわけですそうですそうです
なるほど。ぜひですね、皆さんのチェックしていただいて、はい、アーティストの熱い思い、そしてライブハウスの熱い思い、新しい発信方法、いろんなことを楽しんでいただきたいと思います。あっという間ですが、078ラジオそろそろ終わりの時間になりました。いや、もう本当にお届けしたい情報が盛りだくさんでお届けしたんですけれども、はい、何もかもを怖がるということがなく、でも大切なものを守るということを念頭に置いてですね、我々もいろいろな工夫をしながら幸せや豊かさを失わずに発信していきたいと思っていますので、いろんな形で皆さんもですね、それを味わって楽しんでついてきていただければと思います。神戸はまだまだ元気ですし、とても豊かな街なのでね、皆さん様々な情報を楽しんでください。078ラジオ、この番組は神戸デジタルラボ、兵庫弁だ、他各社の提供でお送りしました。それでは来週も日曜日朝8時30分にラジオの前でお会いしましょう。そして明後日はライブハウスジャジメントイン神戸です。ぜひ早めに登録してください。お相手は私ケイちゃんと藤井翔平と、そして、ライブハウスバリットの南出でした。バイバーイ。